やっぱ影響が出るのは子供なんですよ。一説には5倍も10倍もね、放射能の影響が出る。で、海水浴シーズンになれば子供たちも泳ぎます。もう今の時点で泳いでる子たちもいっぱいいます。なのに今までやってきてない、しかも県に任せっきり、それではちょっとねおかしいと思うんですよね。まず市で測定する場合には測定器が必要なわけですよ、うんうん、それが今手に入らないっていうこともありますし、それを、うん、それはなんで手に入らないんですか。今売れてなかなか難しいって話です。自分の仲間なんかもう個人で個人で持ってる人いっぱいいますよ。そうですか。そうですかじゃなくて、それとボケたこと言わないでほしいんですよ、ここでは。ただそういうセシウムですとかヨウ素ですかね、県で測ってる機械は相当高いものですし、それはでも僕たちの税金を取ってる市としてはそれぐらいの支出はね、逆にそれで失う税収に比べたら安い買い物だと思いますよ。いやいや、そんなことない。それでいや、そんなことはあるって。人の命に関わることですよ。地権をね、金、それはおかしいでしょ。金じゃなくて、だから手に入らないっていうこと。手に入りますよ、ね、手に入りますよ。そんなことはないですよ。いや、そんなことは、あ、いいんですか、そんなこと言っていえ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 じゃないですよ。でも広域的な問題ですからね、やっぱり県に広域的な問題ですよ、うん、測ってもらうしかないと思ってますよ、私。だったら県に毎日のようにでも測るように要請するのが筋じゃないですか。だからそれはしてないわけじゃないですか。丸々2ヶ月近く1回もしてなくて。だから海水浴シーズンに向けて。海水浴シーズンじゃ遅いんですよ。通年何十万何百万ってサーファーがあの海には入ってるんですよ。ただそれは大気中の放射線を県で測定してますよね。私が言ってるのは結局大気中の放射線測定してます、うん、ね、水道水もやってま す, そうです。ただ大気中から降り注いだこの放射性物質っていうのは地表にたまり、雨が降ればそれは川に流れ込むわけですよ、ね、川に流れ込んだものが引地川なり相模川なり、片瀬川じゃなくて境川か、うん、から海に流れ込むわけです。だから本来一番高い数値が出るであろうその河口付近で採取して、それの結果を発表するのが一番妥当なんじゃないですか、安全面を考えれば。それだけ土壌が汚染してないって県では言ってますけどね。県で言ってるって。それを測ってみないことには何とも言えないじゃないですか。測ってもいないのに県が汚れてないから大丈夫ですよ。それじゃあちょっとおかしいですよ。そんなことはないと思いますよ。で、今県の、そんなことないんですか。じゃあ説明してくださいよ。県の大気中の濃度、茶畑でも発表されてますけど、それについてはもうこう、1ヶ月ぐらいずっと 0.05 ぐらいで安定してます。一時は一番原発の時に冷却が進まなかった時だけ、うん、0.05 ではなくて 0.1 いくつとか 0.2 ぐらい近くまで上がった時があります、うん、その時はその硬化物で水道水の濃度も、検出されるぐらいまで上がってましたけども、そうでしょうね、もう全然、安定してる。ただね、その硬化物で水道水の動いてない一箇所に溜めてある水 の, その放射性物質の濃度が高くなるんであれば、地表からすべての水が洗い流されて狭い川に流れ込んで、ね、すごい広い広域から流れ込んだ放射性物質が川に流れ込んで、それが一箇所の河口から出るあたりっていうのはもっと高くなってるんじゃないんですか、数値は。それはですね、寒川浄水場ってありますよね、はい、あそこのところで各方面から流れてきてる水が入ってくるわけですよ、はいはい、そこで測定してるわけですよ、はいはい、流入水とかね。そうですね、富士山市でやるんです。神奈川県、はい、まあ、にしてもそれをのデータを見てもそんなに変化はないですから、うん、そこから下何キロあんのって話だしいや、寒川ですよ。寒川ですよ。10キロや20キロあるでしょ。その上から考えればどうなんでしょうかね。いえいえ、それだったら仮にですよ、そうやってそっちがね、仮の話ばっかりをするんであれば、仮に海沿いにだけ放射性物質がいっぱい降り積もってたとしたらどうするんですか。そういうことはない。そちらが仮の、そういうことはないって言い切れない。すごいですね、相当頭いいんですね。そこまでわかるんですか、本当に言い切れるんですか、そうやって持ってない。過去のデータってでもよくニュースなんか見ても、通常であれば今までもこれぐらい何ベクレル何ミリシーベルトっていうのは大気中にありましたっていうのはもう普通に出てるじゃないですか。ただ同じ場所で測定しないと分かんない。同じ場、いやだからね、同じ場所で測定しないと分かんないっていうのはよく分かります。ただ
その今までの通常の平均レベルと比べて明らかに高いんであれば、それは放射性物質の影響が出てるってことじゃないですか。それはわかりますよ。そうですよね。だから測ってもいないでそうではないだろうっていうのではちょっとおかしいんですよね。測ってみた上で、あ、ほとんど変わらないですよって言えばみんながみんな安心できるんですよ、ね、みんながみんな安心できますし、それをホームページなりなんなりでバンバンこう安心です安全です、これぐらいの数値しか出ませんでした、ずっとね、例えばグラフにして毎日計測してればずっとゼロですっていうのを見せられれば、こっちとしてはああ安心して泳げるなってなるわけですよ。それが今まで全く何もやってなくて、問い合わせてみたところ神奈川県のホームページ見てくださいって言われて、で神奈川県のホームページ行って散々探しまくってやっとこう見つけて、結局僕の場合は見つけるのにあまりにも最初の神奈川県のトップページから行くのにあまりにも苦労したんで、結局自分で神奈川茅ヶ崎水質調査4月12日って入れて初めて出てきたんですよ、その情報が。